えどうも、こんにちは。私、ゴミ人間。えー、っと、2、3ヶ月ほど前に仕事を辞めて、現在ちょっと無職で、実家の方で生活させていただいてるんですけど、ちょっと親からですね、あの、いろいろとちょっと言われてまして、ちょっともしかしたら今後、実家をですね、まあ、追い出されることになるかもしれなくなりました。はい。まあ、どういう感じのことがあったかっていうと、まあ、ちょっと、 一昨日くらいにですね、父親と結構大喧嘩をしまして、もともとちょっとあんまり父親と関係性が良くなかったので、あのー、普段から、まあ、あの、ご飯食べる時とか、う会うたびに、あの、言い合いとかすることが多かったんですけど、まあ、つい2日3日ほど前にですね、あの、かなりちょっと、あの、激しい言い合い、あのー、論になって、結構もう怒鳴り合いみたいな感じで、あの、激しい言い合いになって、 た末に、ちょっともう、あの、もう頼むから、こう、もう家から出てってくれ、というふうに、ちょっと父親から、まあ言われまして、で、僕自身もちょっともう、あまり、もう実家の方にいたくないっていうのもあって、ちょっと、あの、家を追い出されるかもしれないっていうふうな形になりました。あのですね、まあ何回か動画でお話ししてるんですけど、まあ、僕の、 母方は別に普通の家系。まあ、あのー、普通の家系で、父方がですね、まあちょっとその、教育熱心というか、まあ学歴とかにまあうるさい家系で、まあそういう影響があって、僕自身ちょっと幼い頃から、あの父親に結構ね、厳しいね、こう、なんかしつけをされてたんですよね。なんかもう、こう、ちっちゃい頃からこう勉強しろとか、こうガミガミ言われたりとか。 なんかちっちゃい頃ですね。それこそ小学生の頃とか、一回あの、僕、蜘蛛に通ってたんですよ。小学生の頃。で、その蜘蛛をサボったことがあったんですけど、一日だけ。もうそのサボったのがバレた時に、まあ父親にね、あの思いっきり顔ぶん殴られたりしたこともあったりして、まあそれくらいちょっとの、こう、まあなんかね、あの、まあ教育熱心というか、なんか、もうなんていうか、ザ・昭和のこう、もう、堅物親父みたいな人なんですよ。私の父親が。 はい。で、まあ、そんな感じで、まあ、幼い頃から、あの、僕は結構ね、父親から厳しい教育を受けて、でまあ、それもあって僕は正直、父親のことが、こう、大人になった今、僕、今年で25歳になるんですけど、大人になった今でも正直あんまりね、好きじゃなくて、まあ、もちろん、その、あの、まあ、高校、大学と、あの、学費とかも全部出してもらってたんで、たし、まあ、その、一人暮らし、あの、大学生の頃は、仕送りとかも、 あの、家賃とか払ってもらってたんで、その金銭的な援助を受けていたことに関しては、もちろん感謝はしてるんですけど、正直それ以外のところ、あの、そういうね、なんか厳しい教育のせいで、自分自身、こう、ね、なんかやりたいこととかも、ちっちゃい頃からずっとできなかったし、何よりそれのせいで、ちょっと自分は人格が歪んでしまったっていうふうにずっと思ってて、なんかそういうのがあるんで、正直自分は、あの、父親のことが、こう、24歳になった今、 大人になった今でも正直あんまり好きではないんですよ。で、まあ、それはま、あ置いといて、で、今回、ま、なんで、ちょっと <laughs>、あの、言い合いになってしまったかというと、あのー、ま、僕がですね、あの、仕事を辞めた理由っていうのが、まあ、コロナの後遺症になってしまって、まあ、倦怠感だったりとか、まあ、うつ症状とかがひどくて、で、ちょっとま、働けなくなってしまって、結果、休職とかもし繰り返したけど、 それでもやっぱりちょっと社会復帰が難しいっていことで仕事を辞めたんですよ。で、現在実家の方で療養をさせてもらってるんですけど、ちょっと父親がですね、その病気の症状とかに全く理解がないんですよ。で、身近なもので言うと、僕は今、不眠症の症状とかが結構ひどくて、本当に眠れないんですよ。あの、以前まで僕本当に、あのー、本当どこでも寝れるような、あのー、 不眠とは全く縁がなくて、もうそれこそもうあの寝すぎ、もうなんか全然普通に授業中とかもなんかこう寝落ちしちゃうくらい、逆にもう不眠症も真反対、なんか逆にもう寝すぎて困るみたいな、そういう体質だったんですけど、まあ、コロナにちょっと罹患した後から眠れなくなってしまって、本当に寝れないんですよ。で僕も別にあの、あの寝たくなくて寝ないわけじゃなくて、本当に寝たいけど寝れないんで、あの、毎日ちょっと、あの、 それなりに規則正しい生活をしようとは心がけてるんですけど、まあ、それでも夜眠れなくて、あの、こう布団に入ってね、普通に寝ようと思って、布団に入って、で、あの、目閉じて寝ようとしてもなかなか寝つけないんで、まあ、睡眠道入のために、あの、YouTube にある睡眠道入の動画を見たりとか、ま、いろいろ試したりして、ようやく布団に入って、2、3時間してから、あの、まあ、眠りにつけるみたいな、そんな感じなんですよね。 で、僕、仕事を辞めてしまったのが原因で、ちょっとあの、実家でも部屋が与えられてなくて、現在あの、実家の1階にある畳の部屋で、まあ、生活をしてるんですよ。で、1階にある部屋なんで、あの、カーテンとかを、あの、閉めても、あの、日差しが入ってきて眩しいんですよ。朝とか。なんで、あの、寝てる間は、あの、もうずっと雨戸を閉めてる状態なんですよ。ただ、あの、僕が不眠症で朝まで、 あの、寝れないんで、結局寝る時間がもうあの朝4時とかになるんで、結局起きる時間も遅くなって、僕が目を覚めるのって大体お昼の12時とか1時くらいなんですよ。で、その時間帯までああの雨戸をずっと閉めた状態にしてるんです。あの、少しでもね、日差しが入ったりすると、あの、不眠症の症状、まあ、これは不眠症とはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、睡眠障害とかに分類されるんですかね。 その症状として、あの、眠りもすごい浅くなっちゃって、ちょっとの騒音とか、ちょっとの光とか、あの、物音とかですぐ目が覚めるようになってしまったんですよ。多分眠りがすごく浅くなってるんでしょうね。 それのせいで僕も今は耳栓をつけないと夜も眠れないんで毎日夜寝るときは耳栓をつけてもうあの雨戸とかあの扉とかも完全に閉め切ってで扉閉めるだけだとあの扉に窓があってその窓からちょっと光が差し込んできて明るかったりするんでその窓の部分に新聞紙を貼ったりしてもう完全にあの暗闇の空間を作ってであの寝るっていう風になことをしてるんですよでそういうことをしてるとあの雨戸がね あの、締め切った状態になるんで、なんか近所の人から、なんか、言われるらしいんですよ。なんか、あの、ゴミ人間さんの家なんか、ね、あの、雨戸閉ま、あそこの部屋だけずっと閉まってるけど、大丈夫みたいな、言われるらしいんです。なんかご近所付き合いで。まあ田舎なんでね、田舎住みの人だったらわかると思うんですけど、まあその、田舎のそのじいさんばあさんとかから、こうなんか言われるらしいんですよ。で、父親は、なんかそれがなんか、めちゃくちゃストレスになるから、お前はまず朝起きろ、みたいな。で、まああのー、 今した説明みたいな感じであの不眠症になってしまってあの寝れへんしあのなんかどうしようもないからあのちょっと頼むからその状態にしてくれっていうふうに父親に伝えてるんですけどもう父親は不眠症なんて甘えやしなんかあのね別にあのね寝るんやったらもっと早い時間に寝ればええやろって言ってお前がそんな遅い朝まで起きとるせいで電気代もかかるし近所からそんな迷惑なんじゃお前どうにかしろみたいな。 感じで貴重に言われて、こう全く理解が得られない感じなんですよね。で、まあ、それプラス、ちょっと、あの、うつ症状とか、あと、あの、コロナの後遺症の症状で、ブレインフォグって言って、まあ,あ、頭が回らないみたいな症状があるんですよ。 で、僕、これまでにいろんなサプリメントとか、効果があるってされてる、なんか B スポット療法とか、こう、病院にね、何回も何回も通院して、試したいろいろ試してきたんですけど、まあ、それでも改善が見られなかったんで、まあ、現在はちょっと時間をかけて、症状が改善するのを待つ、プラス、あの、TMS っていう、なんか脳にね、なんか、あの、電気を流して、それでもしかしたら改善するかもしれないみたいな。それによって、コロナの後遺症の症状がちょっと改善したっていう事例が、 あるみたいなんで、その治療を受けようと思ってるんですけど、その TMS 治療っていうのを受けるためには、あの、自費診療になるんで、だいたい3、40万くらいお金が必要になってくるんですよ。で、正直僕そこまで今お金がないんで、その TMS 療法を受けるっていう意味でもそうだし、まあ、コロナの後遺症ってもうあの、 原因がはっきりとは分かってないんで、とりあえずもう時間をね、あの、かけて治療することが大事っていう風に言われてるんで、そのちょっとしばらく経過をね、経過観察をするっていう意味でも、あのー、まあ、現在ちょっと、あのー、家でゆっくりしながら、あのー、失業保険のお金が今入ってくるんで、月何、何十何万か入ってくるんで、そのお金を貯めてで、そのお金を持って、僕はお金貯めて、それで TMS の治療を受けようと思ってるんですよ。 で、こうこう、こういう理由で、今はちょっと、あの、実家でゆっくりさせてもらってますっていう風に、父親に伝えてるんですけど、それでもちょっと父親からあまり理解が得られずに、それはもう甘えや、みたいな。あの、本当になんか、父親はその病気、あのー、とかに関して全く、精神病とかに関して全く理解がない人なんで、それこそ僕は、あの、生まれながらに発達障害を患ってて、障害者手帳とかを持ってるんですけど、あの、僕がその障害者手帳を持ってるっていうのをね、なんか、 知った後に、なんか父親は本当に発達障害の症状とか何にも知らないくせに、なんかお前は障害者やから、なんか、あの、あかんのやみたいなことをこうぐちぐち言ってきたりとかして、なんか本当にこう、なんかそういう症状とかに関して理解がない人なんですよね、僕の父親は。なんか本当に頭が固いというか。うん。でもはっきり言って、あの、障害、発達障害当事者の僕から見たら、僕の父親が発達障害なんですよ、はっきり言って。 あの、僕の父親もあの、移動性だったりとか、もうすぐ起こりやすい症状ね。移動性だったりとか、あの、もうなんかこう、マルチタスクが苦手なこととか、あと、もう考え方がめちゃくちゃ頑固なところとか、めちゃくちゃこう、あの、身近なね、僕から見てると発達障害の傾向がめちゃくちゃあって、正直父親が発達障害で、それが遺伝してしまったせいで僕は自分自身もね、発達障害者になってしまったと思ってるんで、なんか、 あのそれを言われた時にね父親にあ,のあんたが発達障害だから俺も発達障害であのこうやって苦しんでるのになんでそんなこと言うんやみたいなことを、まあ、父親に言ったりするんですけどなんか本当に僕の父親はですねなんかもう僕もう本当なんかもうね俺と親父のねなんかもう言い合いのやね様子をちょっともう動画で撮ってねちょっと皆さんにも見てもらいたいんですけど本当にもう何を言ってもこう自分のね考え方を曲げないような本当に頑固な人なんですよ で、自分の考えは曲げへんくせに、その上なんかもうね、相手のことを罵倒する。もう馬鹿にしてくるような。本当になんかね、本当になんかもう、どうしようもないような人なんですよ。まあ、あの、本当になんか、家庭においては本当、もう最悪な人だと思います、正直。そういう人なんで、なんかもう、どう、どうしようもないんですよね。僕自身も別に、あの、ね、甘えとか怠けで、 あの、実家にずっと居座ってるわけじゃなくて、ま、そもそも僕家族とあんまり仲良くないんで、もともとね、実家から出ていきたいっていうなんか目的で、あの、大学生の頃から、もう国立でも私立でもいいから、もう絶対一人暮らしができる大学に行くって決めてたし、ま、実家にいたくなかったんで、社会人になってからも、ま、一人暮らしでずっとね、生活してた。 のもあるんで、まあ、できれば僕も実家になんていたくないんですけど、まあ、ね、今回病気になってしまって、でお金もないんで、まあ、しゃーなし実家に、まあ、現在居座らせてもらってる状況なんで、なんかそのせめて、ね、病気の治療とか、あの、その治療のためにお金を現在貯めてるから、それまで待ってくれっていう風に、父親にもちゃんと伝えてはいるんですけど、まあ、それがちょっとどうやら伝わってないみたいで、で、 今回ちょっと大喧嘩をしてですね、えー、ちょっと追い出されそうなことになりました。すいません、ちょっと説明がね、だいぶ下手くそだったと思うんで、あんまり伝わってないかもしれないんですけど、まあちょっとそういう経緯で、現在、えー、家を追い出されそうになってます。もうどうすればいいんですかねマジで。なんかもうね、無理っすね。うーん、なんか、まあ毒親とまではいかないですけど、まあ正直もうちょっとなんか僕も、どうしていいかわかんないです。 助けてくれうわーはいまあそんな感じで、まあ、今後ホームレスになるか分かんないですけど、まあ、頑張って強く生きていこうと思います <laughs> じゃあ以上ごめん人間でした誰かちょっと優しい人いたら僕のこと居候させてくださいじゃあさようなら